ホームから落ちちゃってで、そこにちょうどたまたま来た電車が、うん、突っ込んできて、うん、で、線路上に倒れて、うんうん、意識失ってた俺は、うん、右足を、太ももの上をパンって引かれて、うん、私はもう普通に皮膚、自分の。え、それだったらめんどくさい。もう取れるけど、ちょっと待って、パンツ脱がないといけない、これがちっちゃいからちょっと待って。じゃあ、義足が皮膚付きというか、うん、足の形をした義足になってるけど、うん、でも金具だけの人もいるじゃん。金具だけというか、この中のもう義足の金属だけってことでしょうか、うん、そういう人もいっぱいいると思う。その皮膚にした理由は何？皮膚にした理由っていうと、うん、やっぱ仕事柄スーツ着ること多くて、うん、スーツ着るとなると靴下がやっぱこの辺までの靴下を履くから、うんうんうん、そういった時に骨だと細すぎてへなっちゃうのがなんか嫌だなと思って、うんうんうん、外装をつけようと思って、うん、まあ、ただ正直これは今は作ってくれるところでこれが作れますって言われたからこれにしてるっていう感じで、まあ、あとは単純に半ズボンの時に自然かなっていうのもある。やっぱメカじゃ嫌なの？いや、メカでもいいんだけど、うん、メカってメカの外装ってことでしょ。そのあの芯だけね。いや、あれでもいいんだけど、うん、義足を見せることに別に何も抵抗もないから、うん、俺正直これで半ズボン全然履くんだけど、うん、ただ長ズボンを履いた時とかに、うん、細い方と太い方ができちゃうからっていう、そう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 、長ズボンを例えば履いて、うん、骨だけだったらちょっと風が吹いたらもう骨の感じ丸見えになるけど、うん、まあこういうのあれば別に自然だし、うん、っていうので俺は今はこれ履けてる。なるほどね、うん、はい、じゃあ義足で困ったこと、日常生活あ、普通に生活してて、まず1個が、うん、スリッパを履けない、履けないというか義足側でスリッパを履いても歩こうとしたらピョンって飛んでいく。ベナッシュとかってこと？そう、あの普通のサンダル、はいはいはい、でだから、うん、例えば温泉旅館だの行ったり、なんかスリッパ履いてくださいっていうとこになったら、うん、めんどくさいなと思う。本当にめんどくさい時は、うん、もう履かない、うんうんうん、もう片足スリッパ片足なしで行ってどさくさに紛れ、例えば、まあ、居酒屋とかのさ、皮膚じゃないやん。あ、そう変な話、菌はないわけ、菌はないけど水虫はないわけじゃん。そうそう、水虫ないからで、それかちゃんと履いてくださいよと、例えば病院だったり、あ、例えばね、多分そういうシーンあると思うけど、そういう時は、うん、なんか俺ヘアゴムにクリップつけたものが常に持ってて、うん、それをこの足首のところにヘアゴムをつけて、うん、でクリップとこの先端、このかぶさってるところをカチッと止めると、うん、ゴムで外れないから、ね、そういうふうにしてる。まあでもそれも立ちながら、うん、座らずにできるように俺も練習したし、うん、もう片足で頑張って脱いで、こっちもこっちで立ちながら靴脱いでスリッパ履かせてとか、まあ、普通だったら何も考えずにアスリッパで履いてるんだけど、うん、まあ、アスリッパかって思うけど、それはできるようには頑張ってした、うん、あとはやっぱ階段、特に上りがめんどくさくて、うん、義足って言っても種類がいっぱいあって、うん、膝下、すねまである人、うんうん、太ももまでの人、うん、あとはもう股関節自体からもない人、うん、まあ、お尻でしかない人みたいな、うん、ざっくり分けるとあって、うんうん、一番軽いというか膝がある人っていうのは、うん、上り階段は結構スムーズに行けるって聞いてて、うん、まあ、人によるかもしれないけど基本的にはそんな感じで、俺、うん、みたいに太ももまでの人は、うんうんうん、上りをこうやって交互に行くことは基本無理で、うん、高い自動制御の特殊な膝のパーツをつけてる人はできたりもするんだけど、うん、基本的には無理だから、うん、まあ、上がるとしたら一段一段ってなっちゃう、うん、で下りは逆に俺の場合は一応交互には降りられて、うん、それもさっき言ったこの膝に体重かけるとちょっと耐えてくれる機能があるから、それを使って俺の場合は階段降りるときは交互にできる、うん、まあ、一応でも手すりは欲しいかなって感じ。手すりなくても 2,3 段だったら余裕なんだけど、やっぱ駅のこんな長い階段とかだったら最高落ちちゃうから、うん、一応手すり触るちょっと押さえるくらい、ガッて握ったりはしないけど、うん、
なんかあった時によりグッてなれるように、うん、一応触っとくくらいの感覚で俺はいつも階段を降りてる。うん、温泉どうやって行くって言ったんだっけ。あ、俺温泉めちゃくちゃ好きで、うん、もうほんと月1回ぐらいは行ってるんだけど、うん、もうでも単純に更衣室に入って、うん、義足をバゴって抜いて、うん、棚にぶち込んで、でそっからもうケンケン。でも中は滑る。中も滑るけどケンケン。はいはいはい。しないしないもうケンケン。固形じゃん。絶対だから俺がおじいちゃんになっちゃったら、うん、できないんじゃないかなと思って、それ結構不安ポイントではある正直。まあだからそうなったら、うん、なんか杖とか使って。あ、そうか杖。なんか持っていけばいいんだろうけど、うん、まあちょっと正直邪魔だから、うん、今は俺はもうケンケンで俺の裸ガンガン見られるあってなるかもしれないけど、うん、俺その時何も気にしないで、でもある視線、まあ、それはねあるパッと見てこうねのはよくある。あ、まあでもそんなのもう日常生活、うん、日常範疇だから。で、今スポーツをやっていると。うん、何のスポーツですか。小中高とかの時からサッカーをやってて、うん、大学生になって足を切断して、うん、できるスポーツとか特にないのかなとか思ってて、うん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 、特になんかスポーツ めちゃくちゃやりたいっていう気持ちも特になかったんだけど、うん、病院の国立派にポスターで、うん、アンプティサッカーやりませんかっていうポスターがあって、うん、なんだこれと思って見てみたら、うん、手や足を失った人が、うん、クラッチっていう杖、うんうん、ロフト&クラッチ杖を使って楽しむサッカーです、うん、っていうのをポスターがあって、うん、こんなのあるんだと思って、うん、まあただ俺がやってきたサッカーとはどうせ別物だから、うんうんうん、まあ、やんねえし興味もねえなと思ってて、うん、でそれで退院して半年くらい経って、うん、ツイッターで俺がアンプティサッカーまあなんか機会があればやってみたいなみたいな感じでポロって言った、うん、そしたら後のチームメイトになるその先輩の方が、うんうん、うちのチームでアンプティサッカーもしよかったら体験参加してみませんかって言ってくれて、うん、で来て、うん、本当ですか分かりました、うん、じゃあちょっと都合いい時に行きますって言って、うん、もう手ぶらで、うん、まあ、持ってたサッカー服だけ持ってって、うん、でこれつえちゃん貸してあげるよって言われて、うん、初めてやったら、うん、久しぶりにこんなめちゃくちゃ暑い時に太陽の下でボールをかけたなと思って、うん、めちゃくちゃ楽しいじゃないですかってなって、そこからもう即入りますって言って、うん、今に至るって感じなんだけど、うんうんうん、まあちょうどアンプティサッカー始めて、うん、競技歴1年くらいで、うん、でこっからやっとどんどん上手くなりたいなって思ってた時に、うん、このコロナで大会とかが中止だったり延期になっちゃったりしてて、うん、正直もどかしい気持ちもあって、うん、だから本当はもっとやりたいんだけど、うん、なかなかできてないところもあったりする、うんうん、足をなくした人とかがやるのって、うん、バスケの方が多くて、うんうん、俺も障害者スポーツっつったら車椅子バスケか、うん、車椅子テニスか、うん、陸上とかね。そうだね、陸上はそうだ、ね、かっこいいけどね、うん、でもサッカー好きはやっぱりサッカーしたいよね、うんうん、そうでも今アンプティサッカー競技人口が大体100人くらいらしくて、うん、これも全国大会とか去年あって、うん、サッカー経験やってましたっていう人もいれば、うん、サッカーなんて全然やってなかったけど切断してからアンプティサッカー始めましたっていう人もいて、日本代表もちゃんとあって。あ、そうなの、うん、じゃあ海外も行くってこと。行く、ワールドカップもあって。そうそうそう、で行ってる人とか話聞くと、うん、サッカーは全然もともとやってなかったけど、うん、切断してから、うん、アンプティサッカーに出会って練習して日本代表になりましたっていう人もいて、うん、めちゃくちゃすげえなと思って。え、若い人いる？下はもう小学生だったり中学生、高校生もいれば、うん、上はもう結構高齢な方まで、でうちのチームでも60歳ぐらいの人がいて、でもめちゃくちゃ上手くて元気で、女の人はいいの？女の人もいる、全然そんないないけど。混合ではないんだ。混合？あ、でも試合は全部混合。もう年齢も男女も関係なしに、もうチームで出るっていうので、サッカーと同じルールで7人制、うん、キーパー1人、フィールドプレイヤー6人で、それで1チーム
で何分試合するの？大体20分とか25分とかかな。公式戦のちょっと忘れちゃったけど、大体それを前半後半でやると、そうそう、で計だから、まあ、約1時間くらい。めっちゃ疲れるじゃん。疲れる。その時にだってずっとケンケンなわけでしょ。そう、もうほぼケンケン。片足で立って、片足とこの杖2本で、うん、だから3本足、じゃあ3本足なんだけど、うんうん、でもだって蹴る時はさ、要は腕で支えながら空中戦で蹴るってことでしょ。そう、だから普通のサッカーでいう、うん、蹴る時の踏み込む軸足がクラッチになるから、うん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 、杖で両手でグッと地面を捉えて足を、うんうん、足でボールを蹴る。やばいくない？それめっちゃバランスとか体幹めっちゃ必要じゃん。めちゃくちゃ必要だし、ケンケンだからもう足の負担めちゃくちゃあるし、うん、上半身の筋肉も使うから、もう試合一日中やった後って次の日は動けない。最初の方いや、それでも見てみたいけど、うん、やっぱ東京が一番栄えてるの。チームが7チームくらいあって、うん、北海道、埼玉、一応東京のチーム、うん、と千葉のチーム、うん、あと神奈川のチーム、はい、だから関東だけで 1,2,3,4 チームあって、うんうんうん、だから首都圏に住んでる人だったら、うん、一番近いとこでもいいと思うし、うん、もうすでにチームに特色があるから、自分に合ったとこ行けば全然行ける範囲だし、俺も今東京住んでるけど、うん、神奈川のチーム1時間半かけて行ってるし、ちょっと大きい大会あったら見に行きたい。大きい大会が正直プレイヤーの俺たちも次いつあるのか分かんなくて、コロナのせいで、うんうんうん、本当は例年は5月とかに、うん、大阪で全国大会が、うん、夏の全国大会みたいなイメージ、うんうん、と11月に川崎でまた全国大会があって、うん、まあ、まだ別の大会なんだけど夏の全国大会、冬の全国大会みたいなのが、そうか、じゃあ11月がまだ可能性があるってことね。可能性はあるけど、まあそれも正直コロナの影響次第でもあるし、まあ、やるのかやらないのか延期になるのかも正直まだこっちもわからない、うん、そうか。そう、だから開催されたらぜひいろんな人に見てきてほしいっていうのはあるね、うん、義足を取ったところを見せれる。義足取ったところ大丈夫、ね、いいよ。じゃあ外してみて。今、うん、ここが、うん、見えるかな、見えてる見えてる。ここがボタンで、あ、なにプスンってなるの？そう、ここから空気を出して、うん、密着させて、うん、歩いても取れないようにしてるんだけど、うん、まあ、ここ逆にボタンを押すと空気が、うん、いつの間にかめっちゃ進化してるね。シューって入って、でここをバルブを開けると、もう空気ダダ漏れだから、うん、そしたらここがスポッてで取れる。めっちゃ進化してる。これが義足。取った方の足。取った方の足が足。取った方の足は、うん、これが、これがさっき言ったライナーっていう。なんか進化してる。ゴムの。なんかツヤツヤね、これ。ちゃんとしたやつになってる。そう。でここにイボイボがあって、うん、これがあるおかげで空気が入らないように、なるほど、ずれないようにしてくれてる。うん、この下はもう普通に皮膚、自分の。それだったらめんどくさい。もう取れるけど、ちょっと待って、パンツ脱がないといけない。これがちっちゃいから。ちょっと待って、ズボン脱いでいい？うん、いいよ。トレ様がこれ、はい、うん、これがスーツコン、はい、ミミズちゃん、俺の。でも前よりミミズっぽくでさ、動く、ちゃんと動くんだよね。なんて言うんだろう、あの動くよね、こうやって。え、なんでへこむの？こう、俺こっちで言う足をグッてやるの、うん、同じことをやろうとしたら、うん、こうやって、めっちゃへこむよ、こうやってなる。新しい生き物みたいな感じだけど、うん、ってなる。かわいい。でもやってることはこっちの足をこう曲げるのと同じことをこっちでやるとギュッて、うん、すごいね。じゃあどんな義足が欲しいですか？どんな義足、うん、どんな義足欲しいか。こういう義足あったらいいなって。今リアルに思うのだと、うん、こういう夏の暑い時期って、うん、皮膚とこのライナーの中に
汗がやっぱりどうしてもかいて、うん、濡れるとやっぱ滑るから、うん、ちょっと本来の動きよりもなんか滑った分やりづらさとかが出てきちゃうから、うん、そういうのをどういった方法かわかんないけど、うん、何かしらでもっと涼しい感じ、そう涼しい感じなり汗が出る仕組みなり、うん、なんか汗を吸ってくれる仕組み、うん、素材なりで解決してくれるとありがたいっていうのは、うん、切実に思うね。なるほど。そう、階段登れるようになりたいとかは正直高いやつを買えばいいだけの話だから、リスオギさんに頑張れというかメーカーアメリカかどっかのメーカーが頑張ってください。そうだね、まあ、あと保険とか、ね、そうだね、まあでもまあ、そういう高い義足がもう何年後かには誰でも安い値段で当てれるようになったりしてくれたら、やっぱりそれは技術の進歩というか嬉しいなっていうのはある、うんうん、まあ、義足になったけど、うん、そんなに変わらないですか、うん、変わらないというか、まあ、変わったはやっぱ変わる、うん、当然、うんうん、変わるけれど、うん、正直俺の周りの人たちはいい意味で変わらないでくれたし、友達とかも普通に遊びにも行けるし、うん、仕事も一応できてるだけだし。そうだね、だってまたさ退院して就職するまでの期間でヨーロッパに旅行行ったんだよね。ヨーロッパに3ヶ月弱行って、慣れない義足で頑張った。石田さんやる気づらいなって思いながらめっちゃ頑張った、ね、まあでもだから何事もやればできると、うん、やればできるって感じですね。わ、はい、かりました。じゃあこんな感じで、義足のケンティとの対談を終わります。アンプティサッカーもぜひ興味ある方はね見てください。はい、ではこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。